こんにちは、Pさんです。いや、だいぶ寒くなりましたけど、皆さん風邪ひいてませんでしょうか？僕はね、風邪対策としてやっぱり家帰ったら手洗い、うがいですね。特にね、うがいはね、しっかりした方がいいと思います。それこそね、5秒とかじゃなくてね、20秒30秒ぐらいね、しっかりね、ゴロゴロして、ペットバイキンをね、出していきましょう。ということでね、今回はね、コメントの方もいただいているので、そちらも読みながらね、ゲームしていこうかなと思いますが、まずはね、武器がね、アサルトがないので、ちょっと先にあさっちゃいましょうね。サクサクと、よいしょ。いやー、久しぶりに普通のステージやるね。うん、お、 AK あるな。あ、そっちか。よいしょ。さて、まずはイクさんからね、メッセージ、久しぶりにありがとうございます。雑談行動、久しぶりです。本当久しぶりです。ブランクありすぎて、あのボタンの配置もね、なんとなく変えたんで、めちゃくちゃやりづらいですけど、とりあえず頑張ってます。見たことないエリアだったし、新鮮に楽しめましたよ。なんかアップデートでね、いろんなステージが加わったりしてるので、飽きさせませんよね。またユーフィーさんとゲーム配信してるところが見たいです。僕もね、やりたいですね。あと、まあ、翼くんか、加藤翼くんもね、誘って一緒にやりたいなと思いますけども。え、これ強っ。何この AKα みたいなやつ、強いけど私は持ち帰ります。引っ越しされたのですね。はい、引っ越ししました。まだね、ちょっと二重生活気味なんですけどね。お疲れ様です。ありがとうございます。イクさんも親の転勤で、あー、なるほどね。小さい時から引っ越しばかり。あー、もしかしたらあれかもね、転勤族だったのかな。もうね、引っ越しはなるべくね、最小限に済ませたいですよね。やっぱりね、環境が変わるとね、ストレスにもなりますし、まあ、この後もね、話に出てるお金もね、かかるんですよ。いやー、結構ね、引っ越しって高いんだなと思いましたね。よいしょー。あと家電ね、やっぱり2、3年するとね、もう新しいのが出てるんですよ、いいやつが。だから新しいのね、基本的に全部ね、買い替えまして、うん、最新のやつにしたらね、まあ、特にね、やっぱ感動したのは洗濯機かな。うん、賢いよね、今ね。 AI とか入ってんのかな。もうほぼね、フルオート的な感じで、洗濯からね、乾燥までね、やってもらえちゃうというね。しかも痛みもそんななく、いや、素晴らしいよ本当に。うん、もう服脱いでそのまま洗濯機の中ポイって投げて、もう洗濯ボタン押したらもう終わりですもん。ナイス、素晴らしい。でもあとはね、何回か、まあ、家建てた時とか引っ越しなくちゃいけないと思うんで、まあ、そのためにもね、ちょっとね、まあ、貯金はしていかないといけないかなと。まあ、当たり前ですけどね、貯金をするというのはね。ギリギリの生活も楽しいは楽しいんですけどね。僕はね、嫌いじゃありませんよ。旅人みたいなね、トレジャーハンターみたいなね、生活好きですね。
自動車も早く日本仕様販売されるといいですね。ほんとそうですよ。実はね、今日もね、車屋さんに行ってきまして、で僕が欲しいのはプジョーっていう車のね、フランスのメーカーなんですけどの数字の 308SW っていうステーションワゴンのタイプね、新型が欲しくて、で2022年に、日本仕様が発表されるっていうね情報がありまして、見た目もかっこいいし、いいなと思ってるんですけど、でそんなにね値段もね高くないんですよ。高いは高いけど、そんな国産車のねいいやつ買うのよりは下手したらもうちょっと安いかもしれない、で見た目がねやっぱかっこいいっていうのが一番ですよね。モチベーション上がりますからね。ただ今日車屋さんに行ったところ、注文したとて新車はねなかなか届かないらしくて、例えば来年発表されて、で僕がこうオーダーして2022年中に届くかどうかは謎とのこと。半導体とかがねやっぱり不足してるとかね、そういうのでね、いやーういダメージ受けた。いやーでもね、楽しみがね先に伸びるのはいいかもしれない、楽しみがねすぐ終わるのはね嫌じゃないですか、来るまでの楽しみ。お家はやはりこだわりますね。これまたね、合間でね結構間取り図とかね書くの好きなんですけど、今さっきもねちょっとね書こうと思ってたんですよね。いいアイディアが思い浮かん で和室は絶対いる派です。和室悩む、正直悩むんだよね。和室ねあってもね嫌じゃないし、落ち着くんですよね、日本人だからかな。詰めるよ、ついてきて。詰めるよ、ついてけい。行きますか、じゃあ詰めていきますか。あとね、和室はね手入れがねちょっとしづらい、気になっちゃう。イクさんは和室は絶対いる派なのか、和室でね寝る派なのかな、布団派なのかな。僕は結構ベッド派ですけど、和室にベッドってねモダンでいいなって思いますよ。もう絶対ねベッドがいい。だから今ね悩み中だな。和室はねもしかしたらない仕様にするかな、洋室だけにするかな、ちょっと悩みだな。収納はねやっぱ備え付けでね多い方がいいとは思いますね。後からねたくさん買うとね、言い方があれだけどもうちょっと邪魔になっちゃうんだよね、どうしても。動線はね大事です。はい、 P さんはどんなところにこだわるのか気になります。僕はやっぱりね一番は大空間。敵発見。もうほぼリビングだけで暮らしていけるんじゃないかみたいなホテルライクな感じがね好きですね。だからあんまりね柱たくさんない方が理想ですね。リビングをめちゃくちゃ広くしたい、もう柱もなく極力広くしたいですね。もはやねリビングに住むぐらいの勢い。あとはもう何だろうな、前はねプールも庭に欲しいなと思ったんですけど、ちょっと熱は冷めましたね。やっぱ手入れとかの問題だよね。水場がやっぱりあることによって、ね、虫とかが湧くの嫌だなみたいな、そういうとこですよね。田本さんの YouTube 配信ライブ楽しみにしていますが、敵が急に湧いてきたな。 P さんもぜひ出演してください。わかりました。多分強制的にね
参加の方向なのではないかなと思われます。どういう風なねライブになるかね楽しみですけど、一応またね明日とかでも明後日とかでもちょっと打ち合わせ一回してみて内容固めていってって感じかな。もうすぐですからね、楽しみですねライブ配信。ライブといったらね最近ライブのね仕事も現場の仕事もね徐々には戻り出したかなっていう感じですね。学生さんのねライブの収録とか、そういったのもねお手伝いさせていただいたりしてましたけど、楽しいよね。ライブ見るの楽しいな、やっぱり現場の醍醐味っていうか、いるだけでねまあお金もらえるし楽しめるみたいな、そういうね本当にいい仕事ですよね。ということでね、イクさんメッセージありがとうございます。さて仲間の元に戻りましょうかね。ちょっとマジでね今度ユーフィー君とゲーム配信しよう、どんどん引いていくスタイル。ガソリンないかな。さあこの煙のアイテムを取っていきましょう。よいしょ。さてさて下になりそうだねアンチ。あ、いけなかった。あ、そうだクリスマスが近いよね。ラジオの方ではちょっとプレゼント企画ね考えてるんですけど、もしかしたらライブたもっちゃんのねライブ配信でもプレゼント企画的なことがあるかもしれませんね。あとシャンパンがね今たくさん余ってるっていう言い方あれですけど、飲んでないっていうかもうもったいないよね。かつてはやっぱりバーベキューとか普通にできてたじゃないですか。なのでポン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 ね、買っては開けて買っては開けてみたいな部分あったんですけど、ここ1年半ぐらい2年ぐらいか全然そういう風なねお楽しみパーティー的なのができなかった部分があるんで、シャンパンがね余っちゃってるんだよな。それもプレゼントに回してもいいんだけど、もしかしたら飲めない人もいるかもしれないから、やっぱお酒って難しいよね人選ぶというか。で時計もねやっぱりとか財布とかね男性女性あとデザインのね好みとかもねかなり分かれるから難しいよね。まあもともとこういうこのブランドが好きでとかだったら分かりやすいけど、プレゼント企画だと分かんないからな。プレゼント企画、まあ、企画じゃなくても難しいよねプレゼント自体がね。家族に渡すプレゼントですら難しい時もあるし、僕がね好きなね紅茶があるんだけど、それこないだうちのね親にね飲ませたところ、あんまり好きじゃないみたいな、いや僕は好きなんだけどなみたいな、まあ、そういうのあるからね好き嫌い、ちなみにその時飲んだのは蜂蜜紅茶ね。砂糖入れなくても蜂蜜で何甘みがあるよみたいな紅茶、めちゃくちゃ甘いんだよね。
砂糖全然入ってないのに、まあ、紅茶入れてそれに蜂蜜入れるだけでできるんだけどね。最近なんだっけな、最近ねヒット商品あったな。あ、わかった。あのスティックタイプの、まあ、ブレンディーのねスティックタイプのお茶なんですけど、フランボワーズかな、ピンク色のやつがね、甘いやつがねあって、最近それにハマってますね。最近寒いから余計にそういうの飲みたくて、やっぱり仕事でね脳みそ使ったりすると、まあ、疲れじゃないけど甘いもの欲しくなるじゃないですか。これもね家族にね飲ましたらね甘すぎて飲めないと、もう散々ですよ。いいこと何も言われん。煽ってくスタイル。敵が全然いないね。どこに、あ、やってしまった、やっちまったわこれ。まあいいでしょう。敵いないね。あそこ車あるな。でも取りに行ったら死にそう。このクリスマスボックスってなんだろうな。なるほど、ちょっと乗せてもらいたい。気づいてくれるかな仲間。あ、気づいてくれた、ありがとう。いやー、敵発見。プレゼントな。あと12月ということで、皆さんボーナス月じゃないですか。一般の人たちボーナスどうなんだろう今年。ニュースによるとボーナス下がってるのかな。ルルルルルル、平均値はね下がってるらしい。でもね多少なりともねボーナス出たら嬉しいよね。さあ皆さんボーナス何に使うのでしょうか。僕がねボーナス出たら、まあ、ボーナス僕ないので基本的に役員なので、まあ、ボーナスっていうのがあったら何に使うかな。まあ一つは多分、まあ、家族とかプレゼント買うかな。であとはクリスマスプレゼントに使うもよし、あとは、まあ、あんま旅行っていうのは行きづらいから、でもそれでも、食事かな。ちょっとこじゃれたカフェとかレストランとか行きたいかな。ここ最近ねやっぱりねいろいろお店とかね食べに行ったりしても、僕のねやっぱ知らないお店ってねたくさんあるんだなーって、うん、近場でもね全然行ったことのない店結構あるんだなーってね最近思いましたね。敵発見。敵敵、どこに隠れてんだろう。いないね。あの住居の中にもいなかったしな。撃ってこなかったし。どうでしょうね。ちょっと一周してみるか。あ、いた。敵発見。うん。
いる？敵が隠れられそうなところあるかな。いやでも草むらの中にいたりして。ちょっと探しましょう。あ、撃ってきたね。あ、仲間か。ん？本当にどこにいるかわかんない。まあ仲間がね、最悪助けてくれるでしょう。わあ、間違った。テク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 。ありがとう。ここ登れるのいいよね。さあどこに隠れてるんだ残りの皆さん。あと4人どこにいらっしゃるのでしょうか。いない。でもあと4人は絶対いるよな。マジでどこいるの4人も。あ、いたどこから出てきたのこの人たち。本当に敵発見。はい、それではお疲れ様です。皆さん風邪ひかないようにねしてください。それでは P さんでした。またね。